あっぱれ増刊号の時間です。よろしくお願いします。そしてよろしくお願いします。よろしくお願いします急に人数増えちゃってね。はい、今日の増刊号は相模原市緑区のロケの後にこのオープニングを収録しておりまして、今私たちマーサの家さんにお邪魔しています。見てください、このアキラさんの顔つき全然違う。全然違う。これ自分史をしっかり振り返った人はこの顔になるわけですよね。はい、ということで今回振り返るのはこちらです。ドン。12月9日放送の松田町から2月10日相模原市緑区までですね、はい、ちょっと年またぎ、県西部が多かったですね。こっちね多いですね。今日のテーマはこちらだそうです。はい、じゃあキラさんめくりますか。いきますよ。はい、せーの、ズドン。番組を振り返る。春から番組は続くのか。え、確かにちょっと僕4月からのこと何にもまだ言われてないです。え、去年も全く同じこと言ってました、アキラさん。言ってました。いや、そう、はい、全然何も言ってくれないですもん。いや、この改変期どうなるんだ問題はもうずっと気にしてるんですよ。はい、でもこっちから聞くわけにいかないじゃないですか。はい、4月からも僕行けますか、はい、って、なかなか聞かないでしょ、はい、自分からは。はい、どうなんですか。どうなんですか。あっぱれ P 的にはうなずいてます。はい、今日の増刊号見て1年じゃないんですね。今日の増刊号の出来だけを見て、今日の増刊号の出来でアキラさんの継続が決まると。うわミシュランスタイルだ。じゃあ黙ってこう見てんだから。じゃあ行きましょうか。はい、あっぱれ神奈川大行進増刊号スタート。はい、移動しております。おーい。え、なんですかその声は。いやいや、やっぱ新しい自分になってるかもしれない。ほーい。ちょっと高めのね、柔らかい声を、はい、出していただきましたけれども、番組がね、より良くなるために、はい、視聴者の皆さんのメールで、真摯に私たちも話し合っていこうということで、ちょっといくつか紹介させていただきます。ご意見ね、ありがとうございます。ありがとうございます。匿名でお伝えさせていただきます。はい、神奈川県の番組の MC なのに、はい、なぜ埼玉県の映画に出演するんですか。これ厳しいご意見が届いておりますが、はい、まあそうですね、やっぱりちょっと演技力を買われたんでしょうね。まあ埼玉県出身っていうのもあると思うんですけど、はい、やっぱりこう高い演技力を発見していただけた、はい、ということでちょっと勘弁してください。それは、いやでもアキラさん、私それ以外の情報も実は掴んでるんですけど、アキラさん、埼玉県から公式でなんか大使のようななんか任命されてましたよね。そうなんです、はい、演技力買われたんでしょうね。まあ、埼玉からは、やっぱアキラさんはそのやっぱ PR してほしい著名人として見られてるわけじゃないですか。神奈川ではまだそう思われてないってことなんですかね。そういうことが確かに、神奈川からのお仕事を、確かにイベントとか、そういうのでは、まだあんまり呼ばれてないかもしれないな。認知されてないのかな。あれ、まあ、新年度は、万が一ママアキラさんだとしたら、万が一アキラさんだとしたら、そうなんですよ。その4月からどうなるって言われたらもうちょっとびっくりしちゃって、今日の結果次第なんで、アキラさんで続くとしたら、神奈川県とか、神奈川の他の、ね、自治体とかから営業とか、何か呼ばれるようにしていきたいですよね。そういうのは嬉しいですね。私が最近思うのは、アキラさんが
なんかここ数回面白い気がするんですよね。ここ数回なんて言い方をするんだ君は。相模原市緑子面白かったなと思って、ランチのお店で、うん、あのケンさん、はいはいはい、とのそのなんだろう掛け合いとか、うんうんうん、面白かったし、うん、あとはあのシフォンケーキの時も、うん、これお酒の瓶、うんうんうん、突っ込んだりとかしてて、ええ、面白かったなと思って。あ、ケンさん、ケンさん、ケンさんちょっと顔ちっちゃすぎませんか。ありがとうございます。ちょっとやっぱ発音があるんですね。もう一回言っていただいてもいいですか。ダクターペッパーです。どこで知り合ったんですか。食べる前に言っちゃった。気になることばっかり。トレーニングジムで。トレーニングジム。トレーニングジムで。すごいの上げてそうですもんね。シフォンケーキオープン金。木、金、土。何種類くらいあるんですか、うんうん、今日は、はい、四、六、八、と11ですかね。11、はい、11、はい、はい、あ、あれですね、作業中結構お酒飲まれるんですね。違う、主人がね、主人がね飲みながら作ってるわけじゃないんですね。これひっくり返すのに使うんですよ、これ。どういうことですか。これをはい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 、ちょうどよくて。ちょっと自分ではね、自分ではその自覚はないんですけど、はい、ちょっとスキルが上がってるのかな。スキルが上がってるのか。ボケのスキルが上がってるっていう可能性はまあまああるかもしれないですね、はい、ここ数回で、うん、はい、やっぱ桃栗3年柿8年って言ってね、うん、やっぱこう人が芽吹いて花咲くまでのこの期間ってやっぱ人それぞれだから、はい、まあ、2年半経って、うん、いやそうじゃないかもしれないですけど、うん、そういう可能性もあるよっていうだけです、はい、本当に、うん、はい、可能性の話なんで、はいはいはい、スキルが上がっちゃってる可能性があるっていうだけです。上がってきたという可能性ですね、はい、逆にアキラさんから私に対してのご意見はありますか、うんうん、今年に入ってそうだな、いいリラックス加減でやってるなと思います、うんうんうん、なんかこう改善点とかないですか。改善なんてねしなくていいんですよ。いや本当にだってはい、一番ナチュラルな状態でお届けするのが、うんうんうん、やっぱ醍醐味だと思うんですよ。あ、やっぱ改善って難しいのよ。そう、お笑いでもそうだけど、うん、直していくと、はい、いいところがなくなっていく可能性があるんですよ。改善と言いながら、はいはいはい、丸みは帯びていくけど尖りがなくなるから、うんうん、下手に直さない方がいいのよ。だからあんまりもう洗練されないでほしい、うん、はい、うん、じゃあこれからもね、こんな面白い我々2人でやってる番組なんでね、はい、これからもよろしくお願いします。移動してきましたよ、はい、うん、既視感ありませんか。そうですね、なんか来たことあるようなないような、はい、こんなところに整体院があるんです。あれ喜び整体院じゃないですか、はい、あの痛くない、痛くない手術という、あのアキラさんのお笑いの歪みもここで取れたっていう、うん、そうですね、ですもんね。ちょっとまた歪んでるかもしれないな。すぐ歪んじゃうからな。まだあのロケから2ヶ月、うん、ただいま。あ、どうもおかえりなさい。ただいま。お久しぶりです。お久しぶりでございます。どうも。コリもうすごいんですよ、はい、あ、そうなんですか。ちょっと猫背でね。いいですか先生。大丈夫ですか。いや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 、はい、どうですか。先生痛くないですよ。皆さんどう、気持ちよさそうですね、はい、失礼します。失礼します。あ、気持ちいいですか。すごい気持ちいいです。すごい気持ちいい、はい、あ、そうですか。ほぐれてくるのが分かります。ほぐれてくるのがね。やっぱ足がずれちゃうと骨盤が歪んだりするんで、うんうんうん、なるほど。そうするともう肩だったり首だったり、はい、悪くなっちゃうんですね、はい、結局ここが歪んじゃうと上もずれちゃうんで、なるほど、肩だけやっても意味がないんで、まず土台の部分、下半身からやっていってますね。初めはこう歩くごとにもう痛かったんですけど、うんうんうん、今ずいぶん楽になったので。そうですか、うん、
ちょっとまたね、うん、歪んじゃってるみたいなんですよ。ちょっと見てもらってもいいですか？いいですよ、はい、もちろん、はい、多分疲れが出てんで、あの歪み出てると思うんで、はい、もう一回ちょっとチェックしたいと思います、はいはい、もう見た通り斜めなんです、はい、これがもう、うん、これあーその位置がね、骨盤の位置が全然違うの分かります？これ、うん、左の方が3センチ上、はい、はい、そう3センチ、そう自分だとちょっと分かりづらいんです、うん、これ分かります？この高さ、はいはい、これアキラさんの指でやるとここに引っかかるんですね、うんうん、はい、ここに引っかかります、はい、合わせます、はい、はい、合わせます、はい、ね、あ、ずれてる、こんな感じで、はい、本当だ、これ斜めになってるってことですねで歪んじゃうと、この間も言ったようにバランスが崩れてしまう、はい、ね、これちょっと本当かなって感じがあったと思うので、はい、まず僕からグッとやるんで、はい、倒れないように我慢してください、はい、いきますよ、はい、こっち強い、はい、いきますよ、はい、こっち、はい、頑張ってくださいね、はい、どうですか？危ない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 です、転がり込んでいくところだった患者さんに抱きついてしまうところでした、はい、こっち耐えられますよね、はい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 、今度こっち側、はいはい、いやまあ、同じように、もう容赦なく言ってくださいね、はい、いきますよ、はい、せーの、はい、あーほらえ、なんならこっちの方が私力入れてないぐらいです、はい、え、うん、信じられない、歪んでるんだ、はい、っていうぐらい斜めになっちゃってるってことですね、はい、こんな坂にずっと立ってる感じ、 うわやだなんで、なんでこんなことになっちゃうんですか？日頃のね、なんか姿勢とかいろんな癖とかですね。右手でお盆を回すっていうのは関係あるのか？それも関係ありますね。これねじれが出るんで、こっちの方がこう下がっちゃう、うん、そうですね、こっちでもやんないもんな、ほとんど、うん、こっちばっかりですもんね、はい、こういう斜めになっちゃう、なるほど、はい、こうなってるんです、はい、うわ、アキラさん結構歪んでるんで、足も疲れてそうなんですよ。いや確かに疲れてます、疲れてますよね、はい、例えばね、こうやって揉んでいくとこれ痛いですよ。これどれ？あー痛い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 凝ってるんですよ。これ、これですか？これです。これでゆさ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 揺らしてあげると、はい、脳から緩んでいいですよって信号が出るんですよ。え、ここ痛かったですよね、はい、どうですか？痛くない、こうやってなくなります。嘘っぽいでしょ。他にしましょうか、はい、どこがいいかな、まあ、これでもいいか、はい、あ、痛い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 。アキラさん、あのネタやるよりも向こう側受けてます。すごい皆さんにお受けです。これでゆさゆさすると変えてないですよね、場所ね、はいはい、脳から緩んでいいですよって信号が出ます。はい、もう緩んだんでやめます。場所変えてないですよね、はい、そのまんまです。ほら、どうですか、痛いですか？痛くない、全然痛くないです。痛くないですよね。これ痛いとか、あ、痛い痛い痛い。ちょっと待ってください。全部痛い。先生、平さん、先生、北斗神拳習ってないじゃん。こういうとこが痛いんですよ。痛い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 。小、弱です。はい、あ、はい、弱い弱い。中、中、はい、あ、痛い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 。ゆさゆさします。ゆさゆさします。と脳からね、緩んでいいですよって信号が出ます。緩んでいいですよ。はい、もう出たんでやめます。え、ここ痛かったですよね、はい、そうです、手かいてますよ、そのままです。痛いですか？痛くないです。どうですか？痛くないです。弱、中、全く痛くないです。強、痛くないですね。全然違うでしょ、はい、いやすごい痛く、感覚としては本当に、はい、なんか これと同じような、うん、これを先生にやってもらってるっていう感覚です。はい、うん、それなのに、なんかその持つ場所とかその触ってるとかそういうことで、うん、そうです。はあ、不思議、はい、帰ってきた大喜利対決。いや前回ね、はい、あの増刊号の時に持ち込み企画ということでやりましたけど、うん、好評だったのかな。でもお笑い好きだから、お笑い好きですけど、いやマジで俺大喜利なんて、はい、自分でもなかなかやらないし、はい、しかもちゃんとボケツッコミのネタやってるわけじゃないから、やっぱりこういうのはね、見てる人が結構強かったりするんですよ。今回は高崎先生に判定をお願いいたします、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あっぱれ神奈川大行進が全国ニュースになった、何があった？うわ、これは一回あれか、私本当に何も出てこないんだもん。だってもう出てこない、もうこの書いてる音がやだ。あっぱれ神奈川大行進が全国ニュースになった、何があった？ロケ中に交通事故。
リアルだな。嫌だ。あ、ちょっと、ま、笑えないって、笑えないっていう声が。あっぱれ神奈川大行進が全国ニュースになった。何があった？アキラ見えた。あの放送事故的な意味合いで。こっちです。あ、じゃあ早速、普段は痛くない整体なんですけども、一発目軽く、まあ、この辺でもやってみようかなと思います。ここ、親指のとこです。はいはいはい、中ぐらいですかね。いきます、はい、せーの。番組で紹介した豆腐店が激怒、その理由は？豆腐店が激怒。なるほど。豆腐店？オーディエンス。オーディエンス。豆腐店が激怒。何をした？あ、思いついてそう。来た。あ、すごいすごい。泣いちゃった。番組で紹介した豆腐店が激怒、その理由は？ロケ日が節分だったので、原料の大豆を撒いた。なるほど。温かな拍手でございます。はい、番組で紹介した豆腐店が激怒、その理由は？ MC が何回も、豆腐って腐ってるんですよねって言ってくる。字の方にね、はい、ちょっと行ってみました。私は口ちー、皆さんでーす、この辺痛そうだなと思う。確かにこの辺ね、はい、この辺もう、はい、いきますよ、はい、痛どうですか？ああ痛くないですね。お盆を持ったアナウンサー、ニュースでの決まり文句は？お盆を持ったアナウンサー、ニュースでの決まり文句は？お昼のニュースです。お盆ジュール。お昼のニュースなんでしょうね、やっぱりね。お盆を持ったアナウンサー、ニュースでの決まり文句は？今夜のニュースの担当は照井アナウンサーです。こんばんは。いや、うん、こんばんは。確かに。こんばんは。どっちかですね。はい、決定します。こっち。いきます。はい。あいでででででで、おおいででで、おいめっちゃで、おいででででこれ取ります。いででだ、いで。あ、大丈夫。あ、よかった。はい、ということで、あれ？いえ。いえ？いえ。はい。ということで、2対1、私の勝利という結果になりました。ありがとうございます。いやー、ありがとうございました。大喜利は難しいよ。大喜利難しいですね。難しいよ。いやー、でもね、やっぱ私オーディエンス使って勝ったっていうね、対戦もありましたから。いい答えでしたね。はい。季節感もあって。はい。うん、やっぱこうこちらの整体に来ると、うん、体もほぐれるし。うん、お笑いの歪みも取れるということが検証されました、うん、はい、検証されたんですね。検証されました、これで。確かに確実でしたね。あきらさんは通った方がいいと思います、うん、そうですね、はい、お笑い磨きましょう。磨きましょう、はい。前回あの出演した時にすごい反響があって、おお、はい、さすがあきらさんと思いました。いやいやいや、すっごい嬉しいですよね、うん、うわ嬉しい、すごい喜ばれてます。
あっぱれ美味しかったもの編。いっぱいあるよ。はい、ご紹介してきましたけど、はい、何か印象的なのありますか。あのちょっとはい、これはね僕がむせてしまいましたけれども、あれですね、スコーンはすごい美味しかった。はい、ザマのマチスコーンさんですね、うん、はい、イメージと違ったというか、はい、ちょっとしっとり柔らかい系のね、うん、そうで、ボロボロこぼれちゃいけないと思って吸いながら食べたら、うん、うん、うん、あ、ちょっと待って、ちょっと大丈夫、大丈夫です、ちょっと ちょっと思わぬ量が気管支に入っちゃいました。物よりも咳の方が気になっちゃってね、失礼しました、はい、まあ、めちゃくちゃ美味しかった。なんかもうリポートとかじゃなくもう心配が勝っちゃって、あきらさんこのまま息できなくなんないかな、大丈夫かなって、うん、ね、頑張って抑えようとしたんですけど、すごい並ぶって言ってましたもん ね、しかも結構早く売り切れちゃうみたいですよね、うんうんうん、いやそうですよ、だからここ何年かで出して、はい、それだけもう有名店になってるってことは、うん、いろんな日本中のスコーン好き、はい、関東神奈川もそうですけど、うん、スコーン好きの人がちょっとびっくりしてるのかもしれないですね。あ、これうまいっつって、うんうんうん、あれ美味しかったな、はい、あとは何でしょうね、うん、あ、二宮のマリコママ、はい、素敵だった、ね、行きましたよね、うん、ミラクラさんかな、はい、建物良かったですよね、うん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 、そしてなんでしょう、オプションじゃないですけど、うん、注文を取ると、はいはい、注文すると、はい、マリコママがささやいてくれる、うんうんうん、はい、D の、はい、頑張ってるねセットで、わかりました、はい、ではいつも頑張ってるね、マリコはよく知ってるよ、偉いね、いいですね、ありがとうございます、偉いねまで言ってくれるんですか。励ましてくれたりね、励ましてくれたりね、とかママいつものやつお願いみたいなね、はいはいはい、あとでも蔵で行くと、あ、はい、どこでしたっけ、柏坂砂寮さんかな、うんうんうん、山北、山北、はい、あそこのご主人も素敵だったし、うん、なんかセンス爆発してるお店でしたね、はい、うん、なんか蔵流行ってるんですかね、蔵カフェというか蔵を改装して新しくいろいろやっていくっていうのがね、うん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 、いや本当にカフェだったり、はい、なんかね、ああいうなんか自分の好きなスペースにするっていうのは、うん、なんかちょっと素敵だなと思いましたね、うん、美味しそうと話題だったお店にスタッフが行ってきてくれたそうです、うん、あー、はいはい、うん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 、あー、いらっしゃいませ、松田町のアクアです、あ、こちらは醤油の中太縮れ麺のワンタン麺ですね。うわー、最高、ワンタン麺、あ、食べたいな、ワンタン麺うまかった、これワンタンタの雲っていう字ね、雲を食べてるような、おー、塩のチャーシュー麺です、塩チャーシュー麺、チャーシューの量が縮れ麺、うわー、うまそう、縮れ麺うまいよな、うまいですよね、縮れ麺は、まあ僕も好きなラーメンやりたかったので、年齢層も幅広いラーメンがいいのかなと思って、小さい頃から食べてたラーメンの味をそのまま提供してるっていう、お待ちどうさまです。これあれですか、噂のこれが縮れ麺ですか。いやいや、これ細麺なんですよ、うん、選べたんですよね、そう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 、はい、待って、ちゃんと注文しないと、願いが叶いそうですね、なんかね、うん、数えてみた、もう映ってたから疑わなくても大丈夫ですよ、名前ですね、はい、はい、YouTuber みたいな、 YouTuber でもこんな画角はないか、こんな、おぼ、これ何の画角なの、丼しか映ってない、かろうじて影ですすってるのは分かりますね、音とね、完全に縮れてないですね。私この VTR を見てたら、うん、香りがしてきました。あの時の香りが、あの時のあのラーメンの香りが、うん、しませんでした。スープがね、美味しいんですよね、ほんと麺に絡んで、うん、染み込んで、うん、また食べたい。
引き続き増刊号です。あの場所は何だったでしょう編です。あーもちろんもちろん、うんうんうん、よろしくお願いします。こちらがスベリー大おすすめのニーパラディッサさんでございます、はい、ニーパラディッサさん、はい、ここの植物を見てもらって、はい、あの好きなものを選んでもらったらそれをこうお庭に入れに行くっていう、本当に背が高いものまで、そうですね、まさまですね、2階にもあの観葉植物があるんですか、はい、ちょっとジャングルみたいになってますけど、ね、あ、2階にここは湿度 50% から 70% ぐらいで、温度は24度ぐらいで管理されてます。いやもう元々好きなんですよね、もう20代ぐらいの時からその植物だとか、自宅が一応あの1階2階3階ってあるんですけど、もうほとんどあの植物がここみたいに入ってまして、家のリフォーム業みたいなものに携わって、お客さんにじゃあ植栽もお願いって言われるんですよね、もう一食単に置いとこうと。寄せ植え体験、こういう感じであのご自身であの鉢へ入れていただいて、うん、まあ、あのプレゼントとかね。え、なんで？悔しさをねじる。あのこの間はあの多肉植物で盛り上がってしまって時間もなくなったんで、うん、作りましょう、どんどん。あ、セリウェイ行きましょう。これ彩りすごい。いや、ヒゲですって。これ多肉でもなんでもないですよ。あのワンちゃんもあの一緒にお食事ができるドッグカフェ。まあ、それで来るお客さんと観葉植物で来るお客さんうち半々ぐらいで、うん、あ、うん、あ、こんなのだ、この肉何、美味しそう、分厚いな、和牛のあの英語 の, あのお肉を使った料理になってます。中は多肉狩りでこの間盛り上がったんですけれど、うんうん、あ、セリウェイウェイ、いやヒゲ、外もあのアガベ狩りが実はできる。アガベ、これが、まあ、アガベと言われるあのリュウゼツランなんです。テキーラの原料ですね。で、まあ、これをあのお客さんが好きなものがあれば、うん、ここから掘り上げてあの販売してます、うん、なんでアガベ狩りですね。袋をお渡しするんで、こういった大きい石とかですね、うん、こういうのもガンガン入れてもらって、中入れてもらって、車に用意しようで、少しこう傾斜があるようなところに、あの水止めじゃないんですけど、こんな一気に雰囲気が出ますね。詰め放題もあんの。なんか植物ライトが多分いいんだと思うんですよね。うん、だいぶ大きくなっちゃって。あの私放送後に X かな、うん、あの SNS を見てたら、うん、この放送を見て多肉狩り行ってきましたっていう方いましたよ。そうですか、はい、あれ面白かったですもんね、うんうんうん、いろいろ教えてくれて、しかもあれ多分1回やったら2回目絶対やりたくなると思うんですよ。そうかもしれない。あ、ここもうちょっと色つければよかったなとか、うん、やっぱやってみないとわからないから、わかんない、はい、そうで、ね、この選ぶ数でも物でも違うし、はいはい、数でも違うし、うん、いやあれはね確かにちょっとやったら面白いなと思います、はい、あーあーここはまた何だったの。富山の社長の遠藤です。なんかまたいらっしゃったのね。富山という突如としてね、富山っていう山の上に社長会いたいな、と言いますけれど、あっぱれ神奈川大行進という、ああ、これうちの女房が好きでよく見てる。あら、本当ですか。電子銃って電子銃、うん、特殊なね、いわゆるスピンの揃った電子を発生させる装置っていうのでね、このハヤブサ2っていうのが、ね、リュウグウっていう小惑星からサンプルを持ち帰ってきたでしょ。地球上でも同じような、うん、宇宙と同じような真空の空間を作って、その中で慎重にカプセルを開けて、で中に何が入ってるのかを観察してつまみ出して、もっとちっちゃなカプセルに移し替えるっていう、でそれがこのキュレーションシステムってやつ でこんなもんどこにも売ってないからね、自分で作んなきゃいけないから。あ、そうそうそう、ほら、こうやってここに富士山が、そうですか、もしかしてここは見えるはずだったのよ、今日何も見えないですね、残念だね、うん、今日は抜群だよ。これが雨の日用のね、パネルね、はい、で今日はじゃーん、いやー本当にね、絶景、神奈川県の富士山が見える絶景ポイント、うわ綺麗、すごい、あ、いい、
にできるんだ、こんなもの見たこともないよ、こんなもの作ってくれっていう、そういった要望にずっと応え続けてるんだよね。だからこれからも世の中にないもので作り続けていく。そう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 、ね、あ、もしかして雨で開けられなかった天体ドーム御開帳ってやつだ、御開帳やっぱりあの輪っかのある土星とかね、しま模様のある木星とかね、だから本当に赤い色したあの火星とかね、ああいった惑星を見るのがやっぱり綺麗かな、うん、確かに面白いだろうな。40センチって言ってましたっけ、直径ね。あ、こちらにも行ったんだ。まあ殿様になった気分でしょって言われるんだけど、別に僕殿様じゃないけどね。やっぱりね、人間が人間たるということを理解しない人には新しいものなんて作れないのよ。知的好奇心を満たすためのね、本物と言ってるけどそんなもん作れないわけさ。感性豊かな本物の人間になるためにね、やっぱりこの自然豊かなところに行きたかったと。装置を作るためにはノイズ、まあ外乱要因とか言うけどね、これから離れてないとダメなのさ。でそういったところから隔離されてる場所ってことでこのね丘の上を選んだって、こういうことなんですよ。でただね、ここねちょっと問題点があってね、ヘリコプターがこの真上を通るんだよ、真上を。そうなんです。また来てくださいこの社長でドキュメンタリーを一本撮りたいですね。いやー、ほんと。いやー、面白い。とんでもないものたくさん作ってるんでしょうね、はい、これそれを作ってる人たちだから、うん、ここの会社の人たちも面白い人いっぱいいそうじゃないですか、はい、そうですね、うん、ここで働いてる皆さんも、うんうんうん、この国の技術を支えるようなね、いや本当そうですよ、お仕事されてるんですよね。ちょっと機械の行きます、そこまで、はい、行きました。あっぱれのキャラクターを考えよう。おいや、はい、いろんな番組で、うんうん、番組キャラクターっているじゃないですか。いますね。あっぱれにもいてもいいんじゃないですかってことなんです。あああの TVK の番組だと、うん、猫の額ほどワイドも猫ちゃんがいます、うん、番組オリジナルの、はい、もう実際に実績があるんですね。あります。じゃあいいじゃない、あっぱれもね、あっぱれもいたっていいじゃないですか。牢の横とかにひょこっといてもいいですよね、うん、そうそうそう、うんうんうん、番組にも実際いろんな街のいろんなゆるキャラちゃんたち出てくれるから、はい、そういう時にね、はい、コラボとかもできるじゃないですか。あ、できる、うん、ほうほうほう、ちょっと考えましょうか。考えましょうかね。あ、なんかキャラクターって感じじゃないかも、うん、難しいな。難しいね、はい、でもあれも各地のさ、はい、ゆるキャラタンキャンゆるキャラちゃんたちも、はい、あ、こっちの方がいいかな、あっちの方がいいかなとかね、いろいろ考えてんでしょうね、はい、あ、すごい、はい、私はあっぱれあーちゃんです。でん、おー、あ、すごい、もう顔がね、あでできてる、あでできてる赤ちゃんって、はい、あーあーとか喃語って、はい、あーから出るから、もっと赤ちゃんみたいにすればよかったなってやって思いました。可愛らしく、まあ、でもほらあんだから、うん、このあをベースにした顔で作るっていうのはありかも。あーあーって、はい、なんか言葉を発する、はいはい、ちょっとなんか石原良純さん感があっぱれくんというキャラクターを作りました。いきますよ、はい、せーの、でんあ、足がついてるんですね、はい、これ、うん、あの、あんま似てないんですけど、うん、まあ、そのあきらさん、私、うん、ロックさん、星野さんみたいな感じでこうみんなの顔なんですよ、はい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 、はい、で、これ太陽なんです。あっぱれ、なるほどね、晴れ、だから太陽マークのキャラクターっていうので、なるほどね、やっぱあきらさんが主役の番組だから、あきらさんを基本の首として、うん、その体を生やしたという。あー、なるほどね、はい、お日様のね、お日様ってほらこう書きますよね、はいはいはい、この部分うん、あっぱれファミリーですよっていう意味なんですよ。なるほどね、はい、ここをね顔にするのは見たことありますけど、こっちを顔にするのは
あんまり見たことないですもんね。なるほど。4月に登場するかもしれませんが、 TVK のあのデザイン部の皆さんがちょっと腕を回してるかもしれない。回してるかもしれない。回してるかもしれない。いや、相模原歩いてます。はい、だいぶ日が落ちてきました、ね、暗くなってきました。なんか今日珍しいですよね、この時間に運転するって。そうですね、普段昼過ぎぐらいに終わりますからね。そうそうそう。あら、随分明るいお店が。あ、こんにちは。あら、その T シャツ、これです、これです、これです。あ、ほら、はい、相模原シティ、アメリカン雑貨と不動産の。そうです。青島さん、はい、またこんなところで油売ってるんですか。油売って気出てないですけどね、今日は。こちら何のお店ですか。お店ですか。雑貨屋ですね。雑貨屋さん、はい。なんかちょっと僕ら世代だとね、それこそ所さんとか、うん、なんかね、うん、こういうアメリカンなね、確かにそうですね、タレントさんのイメージありますけど、香りを出していただくと、うん、ミントの香りがするので、スースーします。テレビの前でもちゃんとやってくれるんですこれをちゃんとスーツ着ながらやってますね、こういう風に。この姿で、はい、やってます。嘘じゃなかったんですね。嘘じゃないんですね。本当でした。本当に不動産屋さんやってるんだ。シティおしゃれ。相模原市のこの相模原シティっていうロゴが入っていて、オリジナルで T シャツをこんな風に取り扱いで置かせていただいて、これは仲間が作ってまして、うちで、はい、うちで取り扱いをさせていただいてるんですけど、すごくこれも人気ですね。で、前言ってたこれが、ここのオーナーが作ってるんで、見せていただきましたよね、こちらの T シャツ。そうですそうです。おしゃれだね、素敵な T シャツ、はい、うんうん、ロゴの入ってる。そうです。それを作ってるお店がこちら。こちらなんですか。ハンバーガー屋さんなんですよ。あ、ハンバーガー屋さんで、はい、でもなんかこのパッと見た時の内装とか雰囲気も、はい、お店にね、はい、そうですね、なんか雑貨さん似てますよね、はい、なんかお付き合いがあるんですか。付き合いもそうですし、はい、ここの内装入ったのも仲間がやってるので。そうなんですか、はい、でこういうのも全部手書きで知り合いに書いてもらった。手書き、シールじゃないんですか、これ。そうです、そうです。手書き、はい、そのお店の名前とかもですか。そうです、これも全部ハンドメイド。すごい、上手。めちゃめちゃ上手いですね。近くで見るとこう塗ってあるのが分かるかな。なるほどね、うん、そうです、そうです。ペンキの感じが光ると、確かに筆のタッチが分かる。そうですね、見えます。すごい、バーガー屋さんですか、ハンバーガー屋さん、はい、ぜひちょっと入ってみてください。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかまた会っちゃってすいません。ありがとうございます。どうぞ。おお、お邪魔いたします。お邪魔します。よろしくお願いします。わ、素敵なお店。アメリカンですね。アメリカンですね。なんか映画に出てきそうな。ね、すごい。ああいうライトとかね、こういうダイナーなんていうの、はい、いいですね、うんうん。時計なんかも、ぽいですよ。もともとこういうのが好きなんですか。そうですね。青島さんのおかげで。あ、そうです。そうですか。より好きになりました、うん、お店はどれぐらい前からやられてるんですか。ちょうど一昨年の11月からなので、はい、1年2、3ヶ月ぐらい。1年2、3ヶ月、はい、はい、それぐらいです、はい。その前も飲食店だったんですか。そうですね、8年ぐらいやって、はい、そのお店を変えてハンバーガー屋に変えようと。そうです。いいですね、なんか同じ世代の仲間で T シャツ作ったりこうやって盛り上げていけるっていうのは、はい、もうたくさん刺激もらってるんで。そうですか、うんうんうん、はい、お待たせしました。来ました。うわ、すごい、倒れそう。あ、わあ、いや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 、なんですか、これは。これ僕のが何バーガーですか。すいません、ダブルチーズバーガーで、ダブチーです、ね、ダブチー、はい、もう溢れちゃってますもんね。溢れてもう、はい、ギリ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 もう倒れずに頑張ってますよ。ピサのシャトーも、うん、
そして私のはこれですね、上からベーコン、ブルーベリーソース、これブルーベリーですか？そうですね。で、その下がクリームチーズ、クリームチーズ、はい、うん、あとはパティとトマトレタス、はい、これはブルーベリーバーガーですか？BBC って呼んでますね。 BBC、 BBC、 ブルーベリーベーコンクリームチーズバーガ ー長すぎるんでちょっと、はい、BBC、はい、いや、なんか例えばね、ブルーベリーとチーズだけだったら、はい、なんとなく想像つくじゃないですか、入ってるやつもあるし、はい、でもこれがバーガーと合わせちゃうんですかって思う、はい、お肉とやっぱ甘じょっぱな世界で、ほえーいざないたい、いざないたい、はい、そう思いました。ちょっといただきますか、はい、もうこれ、はい、なるほど、これ入れて、はい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 、すみません。これ入れて、はい、どういう感じで？入れてそのまま、まあ、抜いてもいいですし、はい、もう抜いて食べてもいいし、刺さったまんま気をつけて食べてもらって、はいはい、はい、あ、これ、はい、これ一応ずれないようになって、ずれないように、はい、よいしょ、あ、いけるか、あ、それでいけます、あ、まあ、いけなくはないです、いけなくはないです、本来は全然、本来これでもいけます、ハンバーガーは自由が一番です、はい、あ、いけた、素晴らしい、すごい、いけた、はい、普通にあの、はい、あ、ちょっと慣れてらっしゃる感じで、おお、この棒持って入れる人なかなかですね、よく行きましたね、斬新でしたすごいですね、ね、あんま見ないですね、革命を起こしちゃうかもしれない、うん、だって下手したらトル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 手を汚したくないっていう、全部、ね、全部取れて崩れる可能性もある、うん、皆さん注意してくださいね、はい、うわ、これとろけるチーズ最高、いただきます、もう、はい、もちろん美味しいんですけど、このソース、うちのオリジナルソースになってます、めちゃくちゃ美味しい、はい、あ、噛んでいくとやっぱりこの肉肉しい味がしますね、わかる、これがいいんですよ、はい、これがいいのよ、うん、まあ、もちろん牛 100% で、うん、ちょっとオージーを使わせていただいて、うん、で店内で全部自家製でパティの製作して、はい、これも作ってるんですか？あ、そうです、もちろんです。すごっ。ソースもパンも全部。ソースもパンも。はい、バンズの方も。はい。珍しくないんですか、そういうとこって。そうですね、やっぱ納得のいくものでなかなかなくて、おうおうおう、作るしかないじゃんっていう結論に至りました。はぁ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、これも食べるの難しいですよ。うん、じゃあ、ブルーベリーソース。いただきます。潰せばいいんだ、はい、なるほど、あ、ちょっと食べやすそう、うん、いただきます、うん、いける上だけでも大丈夫です、うん、あ、最初、うん、デザート食べてるのかと思いましたもうブルーベリーとのクリームチーズと、うん、トマトか、うん、これが甘い、甘い、トマトが意外にもこうスイーツ寄りの味わいになります、うん、だけど噛んでるとそのお肉のね、うん、ジュワーっとした脂感じるから、はいはいはい、あ、ハンバーガーだってなります、なるほど、不思議、 だんだん塩味が追いかけていく感じ、はい、だんだん塩味が追いかけてきます、うわ、これうまいわやみつきになりそうな味だな、これだって一枚のパテがこんな時間だから、もうこれ奥に行っちゃってますもんね、そうですね、うん、エンディングです盛りだくさんでしたね今日もね、はい、うん、歪みも取れたし、歪みも取った、ハンバーガーも美味しかったし、最高、はい、うん、最高の締めくくりになりましたね、ありがとうございます、ありがとうございましたあるからどうなるのかなんて始まりましたけどね、はい、うん、よかったんじゃないですか、あと一押し欲しいんじゃないですか、え、春に向けて、うん、勢いづけるための一発ギャグで終わりましょう、うん、一発ギャグ、はい、
大丈夫かな、はい、よし、ちょっとだってちょっとでもほらアピールの機会は多い方がいいわけですからね。そうですね、はい、よし、私木を切ろうかしら。カーン、ジョーン、カーン、ジョーン、カーン、どうも小野陽子です。いかがですか。よかったね。あ、違ったね。今の間は何ですか。今の間は何の間ですか。無理強いしちゃってね。ちょっと読む時間が、読む時間が、ちょっと理解までに時間がかかりましたかね。本当に良くないですけどね、一発読みでそれでは。そうですね。この陽子。そうですね。いいんじゃないですか。いいですか。これで上り調子で春に向かっていけるんじゃないですかね。行きましょうよ、はい、笑い足しといてくださいね、後でね。はい、あー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 みたいなやつ。あのなんか皆さんすごい人柄がの良さがあのよく出てて、なんかこう安心して見れるテレビだと思います。うん、やっぱこう自然体で本当にこのなんていうかな、普段のありのままでね、あの移していくっていうのがいいと思うな。まあ、僕はもう伝統の番組だと思いますので、あのあのままでいいかなと思っております。ちょっとどうでしたかね、今日の出来は。Pどうかな、前向きに検討させていただきます。決定ではない。決定ではない。